皆さんこんばんは投資の隠れがいようこそいらっしゃいましたさてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますではでは始めていきます 今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反落した。前日比に153円38銭安の2 6748円14銭で、今日の取引を終えた。米国金融引き締めや中国の景気減速などへの警戒感は根強く、終日にわたり難聴に推移した。朝方に小高く始まったものの。 2万7000円の節目を上回る水準では戻り待ちの売りが出た米国株価指数先物が日本時間24日午後の取引で下げ幅を広げると日経平均先物も,も売られて指数を押し下げた主要な米国ハイテク株で構成するナスダック100株価指数の先物が大幅に下落しており 東京市場でも主力のグロース成長株を中心に幅広い銘柄に売りが出たアジア株式市場では中国の北京市などで続く新型コロナウイルス感染拡大で景気減速への懸念が根強く上海株や香港株が下落し東京市場の重荷となった日経平均株価の4月以降の価格帯別売買高では2万6500 2万7000円前後で商いが多く、戻り待ちの売りが出やすくなっていた。市場では2万7000円の壁は厚かった。米国金融引き締めの局面で積極的に買い向かう投資家は少ない。電力や鉄道など内需関連の下げが目立った。一方で 自社株買いなど株主還元に積極的な大手海運株は買われた。我らがトピックスは3営業日ぶりに反落した。終わり値は前日比16.31ポイント安の1878.26だった。東証プライムの売買代金は概算で2兆6381億円と、4月26日以来、およそ1ヶ月ぶりの低水準だった。 売買高は11億1351万株だった東証プライムの値下がり銘柄数は1569と全体の85%を占めた値上がりは215変わらずは53銘柄だった米国の利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから今後の株価は下落方向に進むと見ていいでしょうつまり今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますので、まだまだここから株の買い時は来ると考えています。AI による株の買い時、つまり底値のシグナルが出次第、このチャンネルにてお伝えしますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。それでは、明日も絶対に見てくださいね。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え。 自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。